時にやってきました。こちらでランチいただきます。お部屋こちらになります。はい、あーかわいい、すごいベッドまで用意してある。すごい匂うんだね、おわんこたちの匂いが。あそこにベッドあるので、はい、はい、ありがとうございます。みーさん匂うんだね、涼しい。あーいいねー、これこれがいいわ。麦麦ハウスハウス、めっちゃ匂いチェック、匂う匂うハウス。はい、リコーさん、わしご飯食べるよ今からね。わあいい感じ。お待ちいたしますので、はい、お待ちください。うん、美味しい。いいよねこれ、中庭があるって。気が済んだ。ふぎさんのもあるよ、待って、ふぎさんのもあるからね、あります。はい、はい、岡山県産黄桃の前菜になります。はい、生ハムで巻いてあります。はい、こんにちは。ワンコのメニューもある。はい、お作りしております。後ほどでも大丈夫ですか。はい、あのラム肉焼いて、あとケーキ、カップケーキ焼いてます。ありがとうございます。麦さん楽しみだね。楽しみだね。あ、じゃあ早速いただきます。麦さん後で来るから待っててね。じゃあ、お先していきます。うん、桃と生ハムが意外に合う。うん、うんうん、待って、もう来るから、もうちょっとで来るから待って。麦さん、ふてくされてる。もうちょっと待ってね、待ってね、もうすぐできるからね。うん、うん、エアコンがよく効いてるから温
温かいスープが美味しいな。またシーフードペスカトリーナ、うわー美味しそう。もぎさん来ないね。もうちょっと待ってね。エビがプリプリ。もうちょっとお待ちください。もうすぐ来るからね。麦さん来たよ。麦。わあ美味しそう。麦さん。でくさい。マンチーク食べれちゃった。ごめんね、麦ご飯。おいで。ケーキは周りの紙を取ってから食べてください。わかりました。麦さん、おいで。おいでおいで。ご飯。めっちゃふててるやん。おいで。ご飯。おいで。おいで。おいでおいで。おいでおいで。こっちこっち。座って座って座って。伏せちゃった。ほら。しょうがないね。じゃあもうあなたは食べさせてあげようか。トマトから言ったらかわいそうだから。じゃあラム肉からいきますよ。はいどうぞ。おっちゃんどうぞ。いやー美味しい。よく噛んで食べるね。美味しいね。美味しかった。もう一枚いこうか。はいどうぞ。美味しいね。お、座ったね。はい、チーズ。じゃあ次はカップケーキのクリーム。おいしい？おいしいね。でもトマトとこの野菜麦さんも絶対食べないから食べます。トマトはいただこう。こっちはもしかして食べるかな。サービス精神旺盛だね。え、お肉食べるの？しょうがないねこの子は。はいどうぞ。かかしさんパイのグリルアメリケーヌソースでございます。すご
さんお魚来た。いただきます。うまい。じゃあ白身の魚の部分どうぞ。おいしいね。国産牛乳のソースがかかっています。お兄さんお肉来た。じゃあ麦さんも一緒に食べようね。じゃあまずは味見から。ちょっとお肉だけ、お、だいぶレアです。いただきます。じゃあ麦さんもどうぞ。おいしいね。では桃をトッピングしたお肉をいただいてみます。はい、じゃあソースのついてないところの牛肉どうぞ。ベロリ早いね。ラム肉より早いんじゃないの。はい、もう一切れどうぞ。早っ。はい、じゃあ最後の一切れどうぞ。早いね、牛肉は早いね、飲み込むのが。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。でもコース料理だからまだ来るのかな。結構お腹いっぱいです。もうこれディナーでいいぐらいだね。今夜のディナーです。よし、じゃあ最後のお肉食べますか、麦さん。ね。はい、どうぞ。食べました。リラックスしてんの。なんか気に入ったみたいです、このベッド。なんか優しい顔してますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。甘い。甘いです。麦さん食べる。桃おいで。いるかな、もういらない。あっそあっそ。おいしい。紅茶が来ました。はあ、なんだかんだ言って耐えられちゃいました。扇が張り裂けそう。お腹いっぱい。満足の舞か。
はい、そして麦さんはおねむモードに入ってしまいました。いいね。はい、チーズ。はい、チーズ。ちょっと戸惑い気味。ちょっとちっちゃかったね。おじさん、お友達が来たよ。わあ、大きい。スタンプーさんでしたか。麦さん、麦さん、あ、見たらちょっとびっくりするかもしれない。突然、後ろ、後ろ、後ろ、麦さん、後ろ、後ろ。こんにちは。こんな大きな子がいたとは。びっくりしたね。おとなしいですね。この子がプロのモデルさん。違う。この子がカメラ嫌いだ。あ、カメラ嫌いな子なんだ。こんにちは。こんにちは。ちょっと後ずさりして。何歳ですか？3歳です。すごい落ち着いてますね。3歳でこの落ち着きはすごい。お兄さん。ちょっとなんか2人とも気まずそうな。見つめ合ってるの。匂い嗅ぎたいなって。僕も嗅ぎたいけどちょっと怖いなみたいな感じ。あ、いいですか。ありがとうございます。くんくんくん、優しい。ちょっと興奮してる。おじいちゃん驚かせないだろ。ちょっと興奮してパクパクしてる。ね、焦ったね。ごめん。あ、座ってんのかな。座ってますね。何気に、はいはい、何気に座ってます。なんか言ってるみたい。びっくりしちゃったね。椅子座っちゃったね。これ最高に可愛いですけど。座ってますね。ちゃっかりいい椅子見つけたね。これはちょっと指先に取ってください。はい、でその真ん中の椅子がですね、ワンちゃんの椅子ですので。あ、ここが、はい、ここにお座りいただいて、お写真を撮っていただいて。はい、はい、リコーさん。こちら小江さん真言宗のお寺でございます。あ、今日もね、実は宿坊に泊まってきたんです。あ、そうですか。小江さんの、はい、ワンちゃんだけでしょうか。はい、また秋にもしよろしければ、はい、七五三の季節がありますので、はい、その時はうちの副住職が、はい、お授けしたりします。ああ、そうなんですか。はい、おわんこここに来てできるんですか。わ、はい、かりました。じゃあその時期にまた来させてもらいます。はい、なんかもう堂々たる。やっぱ和剣はね、本堂に似合いますね。似合いますね。